皆さん、こんにちは。なるほど点です。今日もボールソートパズルで遊んでいきます。さあ、レベルが177ですね。行ってみましょう。えーっと、紫が多いですね。あと、緑が多い。さあ、このまま入れていいのか分かりませんけど。まず入れてみますか。えーっと、黄色。どっちがいいかですか。黄緑出ますね。 できれば紫と緑を出したいからこちらのあたりで出したいんですけど、えーっと、灰色が動かせない。水色動かしたら灰色とピンク動かせるでしょ赤は下の方だから、赤も厄介ですね。水色動かしたいですね。水色動かすためには、このオレンジをどかさないといけない。で、その後灰色があるから、灰色も、 うーんこの下にありますね。紫出すには、あ、これで紫出ますね。で、水色を出すと、えっ、ー、と、オレンジが下に3箇所あるでしょってことは、この上を2個ずつしておけばいいから、ピンク、ピンク。 ピンク、ピンク。えーと、どうしましょうか。灰色入れたら、ピンクでしょう。黄緑、黄色、黄色入れると、黄土色、黄色を動かして、青、茶色、 うん。ダメですね、多分。ここにオレンジあるから、この茶色出しても良さそうなんですけど、どれか出せそうなんですよね。灰色ダメでしょこれは、黄色が全部出せて、青。 えっと、ピンク出すでしょオレンジ動かすでしょ灰色出して。いやー、これっぽい、ピンクっぽいですね。左上が全く手継がずですけど。さあ、入れてみますか。それが黄色。黄色入れると、黄緑。いや、それよりはピンクでしょじゃ入れてみましょう。で、 これ、オレンジをどっちに動かすかも大事ですよね。水色、黄緑、こっちオレンジ、黄色出して、青、茶色出せないから、多分違いますね。こっちを出すと、ああ、こうして、<coughs> あすいません、えー、っと、 こっちオレンジ入れると黄色。黄色4つ揃う。4つ揃うけど、茶色が出せないから積んじゃうから、こっちに出す。で、水色出してオレンジ出して、これで灰色出せるけ出か、<laughs> 出せるける。いや、そういえばあれなんですよね、稲くん唇が結構乾燥しやすいんですけど、 皆さん大丈夫ですか唇。ですからあれなんですよね。リップクリームよく塗ってるんですけど、この前なんかお店行ったら、何でしたっけあのー、あれ、そう。いちごガムってわかりますか風船ガムさん。そちらの、あれが売ってたんですよね。リップクリームが。いやー。 美味しそうでしたよ。<laughs> 美味しそうでしたと。いや、食べたかったです。食べた、食べたら食べ。いや、そう、塗ったらなんか、食べちゃうんじゃないかなと思って。どうですかね。いちごと、あと何ですかね。オレンジ。また美味しそうな、あれですよ。<laughs> 美味しそうな。リップクリームを出されてますからね。あれ、絶対唇に塗ったら、間違って唇噛みそうなんですけどね。 まあ噛んで美味しい。美味しかったら美味しかったで嬉しいんでしょうけど。えっと、青出して、灰色出して、赤出して、青出して、うーんと、オレンジを出すと黄色ダメでしょ。茶色を出したら、オレンジが出せない。あれあれ積んでますかこれもしかして。 茶色出して、水色、戻して茶色、水色出してあ、あこれで水色出せますね。こうやって、茶色戻して、さあ、この辺まで来ればもう詰まないと思ってたんですけど、黄色、何か方法あるはずですよ。こうして、 オレンジ入れて、オレンジ入れて、黄色、黄色、水色、青。あ、これいけますね。これでいけますね。危なかったですね。いや、何か、もしも皆さん、美味しいリップクリーム、<laughs> 美味しいリップクリームだったら、なるほどく、ね、に教えてください。ちょっと唇塗って、この感想を言いますので。さあ、クリアいたしました。ありがとうございます。えー、ではですね、今回の動画、以上とさせていただきます。 他にもゲーム実況たくさんお出ししてますのでよかったらなるほど点のチャンネルの再生リストから、えー、たくさん動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。